札幌ドームハエが大量発生。札幌ドームの客席にハエが大量発生している模様。ハエがたくさん飛んでる、うざい、深い、ビールに入るなど多くの声が上がっております。ハエだらけのドームと変えずら想像しただけでキッズ。ハエー、ハエは死骸にたかるししゃあない。清掃業者入れるのもただじゃないからね。下水道展って年中開催なん？芝が腐っとるんじゃん。ドームに虫いるのなんて当たり前やろ。ソースはベルーナドーム、刺繍に寄ってきたんやろ。これもう下水道ドームだよ。ネーミングライツでコバエホイホイドームへ。ハエの養殖始めたんか。使い道見つかってよかったやん。ハエ死体みたいなドームやんけ。卵産んだろ。ドーム球場にハエは結構深刻な問題やろ。何か腐ってないとそうは並んで、客よりハエの方が多そう。人集められんからってハエ集めたんか。ハエも入場者数にカウントしたらええやん。ハエも一人とカウントして2万匹いたら追加料金いけるな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。